平和宣言。ああやれんのう、こがなつらい目になんで会わにゃいけんのんかいの。65年前のこの日、ようやくにして生きながらえた被爆者、そして非業の最後を迎えられた多くの御霊と共に、改めて古賀の入り聖子たは他の誰にも会っちゃいけんと決意を新たにする8月6日を迎えました。広島は被爆者と市民の力で、また国の内外からの支援により美しい都市として復興し、今や世界のモデル都市を、そしてオリンピックの招致を目指しています。地獄の苦悩を乗り越え、平和を愛する諸国民に期待しつつ、被爆者が発してきたメッセージは平和憲法の礎であり、世界の行く手を照らしています。今年5月に開かれた核不拡散条約再検討会議の成果がその証拠です。前回一致で採択された最終文書には、核兵器廃絶を求める全ての締約国の意向を尊重すること、市民社会の声に耳を傾けること、大多数の締約国が期限を区切った核兵器廃絶の取り組みに賛成していること、核兵器禁止条約を含め新たな法的枠組みの必要なこと等が盛り込まれ、これまでの広島市、長崎市、そして加盟都市が4000を超えた平和首長会議、さらに広島長崎議定書に賛同した国内3分の2にも上る自治体の首長こそ未来を開くために必要であることが確認されました。核兵器のない未来を願う市民社会の声、両親の叫びが国連に届いたのは、今回国連事務総長としてこの式典に初めて参列してくださっているバンギムン閣下のリーダーシップのなせる技ですし、オバマ大統領率いる米国連邦政府や1200もの都市が加盟する全米首長会議も大きな影響を与えました。またこの式典には70カ国以上の政府代表、さらに国際機関の代表、NGO や市民代表が被爆者やその家族、遺族、そして広島市民の気持ちを汲み参列されています。核保有国としてはこれまでロシア、中国等が参列されましたが、今回初めて米国大使や英仏の代表が参列されています。このように核兵器廃絶の緊急性は世界に浸透し始めており、大多数の世界市民の声が国際社会を動かす最大の力になりつつあります。こうした絶好の機会を捉え、核兵器のない世界を実現するために必要なのは、被爆者の本願をそのまま世界に伝え、被爆者の魂と世界との距離を縮めることです。核兵器廃絶の緊急性に気づかず人類滅亡が回避されたのは、私たちが賢かったからではなく運が良かっただけだという事実に目をつぶっている人もまだ多いからです。今こそ日本国政府の出番です。核兵器廃絶に向けて先頭に立つためには、まずは非核三原則の法制化と核の傘からの離脱、そして黒い雨降雨地域の拡大、並びに高齢化した世界全ての被爆者にきめ細かく優しい援護策を実現すべきです。また内閣総理大臣が被爆者の願いを真摯に受け止め、自ら行動してこそ核兵器ゼロの世界を作り出し、ゼロの発見に匹敵する人類の新たな1ページを2020年に開くことが可能になります。核保有国の首脳に核兵器廃絶の緊急性を訴え、核兵器禁止条約締結の温度を取る、すべての国に核兵器等軍事関連予算の削減を求める等、
選択肢は無限です。私たち市民や都市も行動します。志を同じくする国々、 NGO 国連等と協力し、先月末に開催した2020核廃絶広島会議で採択した広島アピールに沿って、2020年までの核兵器廃絶のためさらに大きなうねりを作ります。最後に被爆65周年の本日、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げつつ、世界で最も我慢強き人々すなわち被爆者に、これ以上の忍耐を強いてはならないと、そしてすべての被爆者が生きていてよかったと心から喜べる核兵器のない世界を一日も早く実現することこそ、私たち人類に課せられ視力を尽くして遂行しなくてはならない責務であることをここに宣言します。2010年平成22年8月6日広島市長秋葉正俊。挨拶、内閣総理大臣。広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式にあたり、原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に対し慎んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお被爆の後遺症に苦しまれている方々に心からお見舞いを申し上げます。核兵器の惨禍を人類は二度と繰り返してはなりません。唯一の戦争被爆国である我が国は、核兵器のない世界の実現に向けて先頭に立って行動する道義的責任を有していると確信をいたします。私はさまざまな機会を捉え、核兵器保有国をはじめとする各国首脳に核軍縮不拡散の重要性を訴えてまいります。また核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて、日本国憲法を遵守し非核三原則を堅持することを誓います。昨年4月のオバマ大統領のプラハ演説を契機に、核軍縮不拡散に向けた動きが活発化してきています。こうした中、本日の式典にはパン・ギムン国連事務総長、さらにはルース駐日米国大使をはじめ70カ国を超える国の代表の方々が出席されています。心より歓迎をいたします。日本国民の二度と核による被害をもたらさないでほしいという思いを受け止めていただくよう記念をいたします。核兵器廃絶を訴える NGO である平和首長会議に加盟する都市は、広島や長崎を筆頭に世界で4000を超えています。こうした NGO や市民を母体とする活動は、世界的な核軍縮の機運を高めていく上で重要な役割を果たしています。5月の核兵器不拡散条約運用検討会議の際には、100人近くの被爆者の方々がニューヨークに赴き、会場や街頭で核兵器被害の悲惨さを訴え、秋葉広島市長も現地で尽力をされました。この会議が最終文書採択という成果を収めた背景には、こうした被爆者の方々とそれを支援する NGO や市民の方々の貢献があります。今後は被爆者の方々が例えば非核特使として
日本を代表して様々な国際的な場面で核兵器使用の悲惨さや非人道性、平和の大切さを世界に発信していただけるようにいたしたいとこう考えております。政府としても将来を見据えた具体的な核軍縮不拡散の措置を積極的に提案し、国際社会の合意形成に貢献していく決意であります。政府は被爆により苦しんでおられる方々にこれまで保健医療および福祉にわたる総合的な援護策を講じてまいりました。長く続いてきた原爆症認定集団訴訟については昨年8月に終結に関する確認書を交わしました。この確認書に基づき控訴の取り下げや基金の創設などを行っております。一方、原爆症の認定を待っておられる方々に関しては一日でも早く認定すべく最善を尽くしたいと思っております。さらに法律改正による原爆症認定制度の見直しについて検討を進めてまいりました。また母親の体内で被爆された方々やご家族のご要望を踏まえ、こうした方々への支援体制も強化します。結びに犠牲となられた方々のご冥福と被爆された方々並びにご遺族の皆様の今後のご多幸を心からお祈りし、合わせて参列者並びに広島市民の皆様のご健勝を記念申し上げ、私の挨拶といたします。平成22年8月6日内閣総理大臣菅直人。国際連合事務総長。 Your Excellency Prime Minister 菅直人 of Japan。 Your Honorable Governor Yuzaki of Hiroshima Prefecture。Mayor Akiba of Hiroshima City, dear families of nuclear bombing, dear survivors of the nuclear bombing, fellow citizens of Hiroshima, excellencies, ladies and gentlemen, Hiroshima no minasama, konnichiwa, ohayou gozaimasu.We are here on hallowed ground to see, to feel, to observe, and reflect. I am honored to be the first United Nations Secretary General to take part in this Peace Memorial Service on the 65th anniversary of this.Tragic day, and I am deeply moved. When the atomic bombs fell on Hiroshima and Nagasaki, I was 1 year old. Only later in life could I begin to understand the full dimension of all what happened here. As a young boy, I lived through the Korean War.One of my earliest memories is marching along a muddy road into the mountains, my village burning behind me. All those lives lost, families destroyed, so much sadness. Ever since, I devoted all my life to peace. It hasWas me just today. But I'm sure, 世界平和のために広島に参りました。
We gather to pay our solemn respect to those who perished 65 years ago today, and to the many more whose lives forever changed. Life is short, but memory is long. For many of you, that day endures as vivid as a white light that sears the sky, as dark as the black rain that follows. To you, I offer a message of hope. To all of you, I offer my message of peace. A more peaceful world can be ours. You are helping to make it happen. You survivors, who inspire us with your courage and fortitude. You the next generation, young generation, striving for a better day. Together you have made Hiroshima an epic center of peace and hope. Together, we are working from ground zero to global zero, a world free of weapons of mass destruction. That is the only safe path to a safer world. For as long as nuclear weapons exist, we will live under a nuclear shadow. And that is why I have made my nuclear disarmament, I have made nuclear disarmament and non-proliferation a top priority for the United Nations and to put forward a 5-point plan. Our moment has come. Every year we find new friends and new allies. We see new leadership from the most powerful nations. We see new engagement in the UN Security Council. We see new energy from civil society. Russia and the United States have a new START treaty. We made important progress at the Nuclear Security Summit in Washington, D.C. last April, which we built upon in 2012 in Korea. We must keep up this momentum. In September, I will convene a high-level conference of Conference on Disarmament at the United Nations. We will push for negotiations towards nuclear disarmament, a comprehensive nuclear test ban treaty, a fissile material cutoff treaty, disarmament education in our schools, including translating the testimonies of the survivors in the world's major languages. We must teach an elemental truth that status and prestige belong not to those who possess nuclear weapons, but to those who reject them. Ladies and gentlemen, 65 years ago, the fires of hell descended upon this place. Today, one fire burns here in this peace park. That is the flame of peace, a flame that will remain lit until nuclear weapons are no more. Together, let us work for that day in our lifetime, in the lifetime of the survivors. Together, let us put the last fire, put out the last fire of Hiroshima. Let us replace that flame with a light of hope. Let us realize our dream of a world free of nuclear weapons so that our children and all succeeding generations can live in freedom, security, and peace. Thank you. Domo arigatou gozaimasu.
それではただいまから菅内閣総理大臣の記者会見を始めさせていただきます。広島市政記者クラブから代表質問をお願いいたします。広島市政クラブを代表いたしまして質問させていただきます。共同通信の佐伯と申します。よろしくお願いします。はい、まず一つ目ですが、はい、広島市の秋葉市長の平和宣言の中で、日本政府に対して、核の傘から離脱すること、あと非核三原則の法制化を求める部分がありました。これらについて、どのようにお考えでしょうか。まず秋葉市長のそうした発言というのは、我が国が特に広島長崎が受けたこの原爆の惨禍を二度と繰り返してはならないと、そうした核軍縮に向けた強い思いを込めて、おっしゃったんだと思っております。そうした思いは共通なところがあります。一方、国際社会では核戦力を含む、大規模な軍事力がまだまだ存在しており、また核兵器をはじめとする大量破壊兵器の拡散といった現実もあるわけでありまして、そういった引き続き不透明不確実な要素が存在する中では、抑止力というものは、核抑止力というものは我が国にとって引き続き必要である、このように考えております。また非核三原則については私の内閣においても堅持することに、その方針に変わりはありません。非核三原則は我が国の重要な政策として内外に知られていると、このように理解をいたしております。2つ目ですが、先ほど被爆者のからの要望を聞く会もあったんですが、首相という立場で被爆者の方に会われたご感想、それから、先ほどの会ともちょっと重なる部分ですが、原爆承認定制度や黒い雨の地域指定の問題、それから式典の首相の挨拶の中でもありました、母親の体内で被爆された被爆者の方についてなど、被爆者の援護策の見直しについて、今具体的にどのようにお考えでしょうか。この8月6日の平和の式典には私もかなり出席をいたしておりますが、今日は総理という立場で初めて参加をし、また被爆者の皆さんに直接お話を聞く機会を、かつて厚生大臣の時にもありましたけれども、改めて、そういう機会が得られたことは大変良かったと思っております。特に先ほどの会合の中で私の挨拶に対して、非常に具体的なことにまで踏み込んで挨拶で触れて、いたことに、そういう点で評価をいただいた部分もありました。今回はこの広島の被爆者の皆さんの思いを、事前にもいろんな関係者からお聞きをして、できるだけそれに沿った形で私からも申し上げたいということで、そうした挨拶に出したところです。そういった中で今体内被爆のお話もありましたけれども、そういった皆さん、あるいはそのご家族の希望に対してもしっかり受け止めて対応していきたいと思っております。また今国際的に核軍縮核廃絶の動きが高まる中で、非核特使といったことにも触れさせていただきましたけれども、こうした活動をしておられる NGO の皆さんの中で、ぜひそうした機会に、非核特使という形を含めて、活動していただけるよう政府としても
応援をしていきたいとこのように思っております。また黒い雨の地域の問題などいくつかの要請をいただきましたが、まあ、私からも答えられるところは答えましたが、厚生労働省においてですね、専門家の皆さんの研究も含めてしっかりと取り組んでいただきたいとこう考えて指示をいたしております。3つ目の質問です。今週広島市の秋葉市長は日本政府に対して、唯一の被爆国というからには都合のいい時だけ、言葉を使うのではなくそれなりの責任を果たす覚悟を持っていると思うと述べています。政府として内閣総理大臣として今後核兵器廃絶についてどのように取り組んでいかれるのかということと先ほどお話があった非核特使について開始時期やその予算措置など具体的に決まっていればお教えください。まあ、これまで、もですね、我が国としてはいろいろな努力をしてきたところであります。例えば昨年我が国が国連総会に提出した核軍縮決議案は、まあ、初めて共同提案国とアメリカがなっていただいたと。そして過去最高の87カ国の共同提案国を得て圧倒的な多数の賛成で採択をされました。まあ、唯一の戦争被爆国として、まあ、これまで、歴代政権が取り組んでこられたそういった努力をさらに、積極的に私自身も進めていきたい。まあ、どういう機会、どういう場面がふさわしいか、これからいろいろな場面があると思いますが、そういう秋葉市長の、まあ、ある意味での、まあ、激励というのか、しっかりやらなきゃダメだぞというそういうことをしっかり私も受け止めていきたいとこう思っております。また非核特使については今具体的にこれが決まっているということを、申し上げるところまで言っておりませんが、昨年のニューヨークでの活動などいろいろな活動が今後も必ずあると思いますのでそういうところについては政府として、応援をするということも含めて、取り組んでいきたいと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きまして内閣記者会から代表質問をお願いいたします。日経新聞の福富と申します。よろしくお願いいたします。はい、まず最初に、今日の、総理の式典の挨拶の中で、まあ、総理がご自身がどのような部分に特にこだわりを持って考えたのか、それから米英仏の、大使が初めて式典に参列をしましたが、この意義についてどうお考えでしょうか。よろしくお願いします。まあ、先ほどの答えとも少し重なりますけれども、まあ、私は今回挨拶文を作るにあたって、まあ、こちらの国としてあるいは政府としての思いを伝えるということだけではなくあるいはそれ以上に、実際の被爆者の皆さんあるいは広島の皆さんがどんな思いを持たれているのかそれに対して、少し具体的に、お答えをしようということで、そういう姿勢で挨拶を考えさせていただきました。まあ、そんな中から先ほど出ております非核特使といった考え方あるいはいろいろな認定を急ぎたいという考え方、さらには体内被爆の方に対する政府としての積極的な対応、まあ、そういうものを含めて、挨拶に盛り込ませていただきました。まあ、先ほどの被爆者団体の皆さんとの会合でもそういった部分に、触れて、いたことに対して、
ある意味感謝の言葉もいただきましたけれども、逆に言えば、それを分政府としてもそうした具体的なことにもしっかり今後も取り組むと、そのことが伝わったのではないかと思っております。また米英仏の大使が初めて参列をした。さらにパン・ギムン、これは後でありますか、国連、事務、局長、事務総長、国連事務総長としては歴代で初めての参加というふうにお聞きをいたしております。こういう皆さんが参加をいただいて、日本国民の二度と核兵器による参加を招いてはならないという強い思いをですね、それぞれの国にあるいは国連にお持ち帰りいただけるということは大変、そういった意味で喜ばしいことだと歓迎をさせていただいたところであります。続いて、核廃絶などの核問題についてお伺いします。パン・ギムン事務総長も、核廃絶に向けて本日世界に訴えましたが、北朝鮮の核をめぐる問題などでは目立った進展はありません。6カ国協議の再開なども含めて、北朝鮮に対して具体的にどういった働きかけをしていくのか、またそのスケジュールはどうなっているのか、お答えいただきたいと思います。この北朝鮮の核開発は、我が国にとってだけではなくて、まさに世界の核廃絶、核軍縮の方向に、反する行動でありますので、それを何としても押しとどめて、いかなければならない、このように思っております。そういった意味では、国際的にも国連という場を通しても関係国と連携をして、最大限の努力をしなければならないと思っております。北朝鮮をめぐる問題の解決のため、6カ国協議、いわゆる6者会合というものが、従来から、現実的な枠組みで存在をいたしております。そのことは大変重要な場だとは思っておりますけれども、最近の例えば韓国哨戒艦の沈没事件に北朝鮮が関与していたことが明らかになっているといった問題もありまして、そうしたことに、対して、何事もなかったように6者会合を再開するということにはなかなか難しい状況ではないかと思っております。いずれにいたしましても、北朝鮮の核をめぐる問題は、しっかり関係諸国、さらには国連の関わりも含めて、取り組んで、核のない、韓半島を実現する、維持する、そのことが何よりも重要だと、こう思っております。最後に、11月に APEC が開かれたオバマ米大統領も日本に来る予定ですが、米大統領に直接、被爆地の訪問を求めるお考えはおありでしょうか。昨年、11月にオバマ大統領が我が国を訪問された時に、大統領ご自身がですね、広島、長崎を訪問することは非常に意義深いことだと思うという発言をされております。私もそれが実現すれば大変意義の深いことだと思っております。いずれにしてもこの問題、最終的に、決められるのはアメリカ大統領あるいはアメリカ側でありまして、現在の段階であまりですね、私の方からこうすべきとかこうあるべきということはあまり
予断を与えるようなことを申し上げるのは、まあ、控えた方がよろしいのではないかと私自身は思っております。ありがとうございました。どうも、本当に私の母親と同じですので、またお元気で。